パラッツォ・ジュスティニアンパラッツォ・ジュスティニアンはイタリア、ベネツヤアのドルソ・ドゥーロ地区にあるゴシック建築様式の邸宅である。隣にベネツヤア大学を要するカホスカリがある。15世紀後半に建設され、邸宅は中央部分と両側の建物で構成されている。中央部分は建物正面からポーチのトンネルがあり、両側はそれぞれか、 ジュスティニアン・デー・ベスコビとかジュスティニアン・デ・レ・ゾジエと呼ばれる建物になっており内部は放立窓や折り込まれたような6つのアーチで構成されたアーケードなど豪華な装飾が施されている。か、ジュスティニアン・デー・ベスコビは隣のカホスカリの一部となっている。か、ジュスティニアン・デ・レ・ゾジエは現在は個人所有となっており大きな庭園を備えている。一時期 ドイツの作曲家、リハルトアーグナーの邸宅であったり、フッコブルボン朝フランスの王女、ルイーズ、ダルトワの邸宅であった。ありがとうございます。